レディオキューブ。どうも、レディオキューブ FM アナウンサーの城田和也です。三重とこあか国体、三重とこあか大会開催まで、とこあか国体は192日、とこあか大会は220日となりました。そうなんです。今年はですね、三重県で国体が行われるんですね。夏にはオリンピックも控えておりますが、秋にはこの国体、三重とこあか国体、そして三重とこあか大会が開かれるということで、三重県は熱く熱くスポーツで盛り上がっております。さあ、そんな中ですね、今週の3月19日金曜日なんですけれども、お昼の1時30分から放送の番組チョイスを1日だけお休みしまして、特別番組をお送りしていきます。題して、2021年三重が熱い三重とこあか国体、三重とこあか大会頑張れアスリートという番組をオンエアしています。この番組、私城田も出演させていただくんですが、三重県のスポーツ応援隊長の井上舞さんとともに番組を進めていきます。この日はですね、この三重とこあか国体、三重とこあか大会の情報はもちろん、三重で活躍するアスリートの皆さんにもたくさんご出演いただくことになっておりますので、楽しみにしていてください。実は私ですね、この番組担当させていただくんですが、普段スポーツはからっきしの人間でして、とこあか国体、とこあか大会でどんな競技が行われるのか、どんな選手が活躍するのか、もうゼロから学ばせていただくつもりで臨みたいと思います。まあ、なんせ三重のスポーツ応援隊長の井上舞さんと一緒ですから、まあ、その辺は心配してないんですけれどもね、とこあか国体、とこあか大会の魅力について私も一からね、知っていく立場で、お届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんもご参加ください。よろしくお願いします。三重とこあか国体まで192日、とこあか大会まで220日、いよいよ迫ってきました。みんなでね、この機運を盛り上げていきましょう。今日はお知らせでした。城田和也でした。バイバイ。